レンナ。ここしばらくはおとなしくしてたと思ったが、やっぱりてめえとは、こうなる運命みたいだな。おとなしく、とは見通しが甘いわね。こっちはあんたが彼氏とグダグダしてる間に、江ノ島を湘南最強、関東最強のチームに育て上げたんだから。去年も同じこと言ってた気がするけどな。うるさい!とにかく、あんたはまんまとこの私の策略にはまったのよ。正しくは、あんたたちは、ね。ああ。どういうこった?これは。レンナから決着をつけようなんて、挑戦的な手紙が来たと思ったら、辻堂まで嫌がんのか。腰越え。三大天揃い踏みってわけだ。せっかくの機会だもの。両方一度に潰してあげる。湘南最強の座から蹴り落とされるわけだけど、二人一緒なら寂しくないでしょ。なるほどね。てめえにしちゃ冒険じゃねえか。私と辻堂を同時に落とそうなんて。そのための準備は整ってるってこと。そうよね。アジサ、ティアラ。ういっす。辻堂軍団数十名の所在は全員完璧に把握済み。何か命令が及んでも即確保できる状態っす。邪魔が入らねえよ。ここから四方数百メートルにわたって江ノ島院で封鎖したぜ。逃がさねえぜ辻堂腰越え。というわけ。相変わらずちまちました小細工がお得意だ。クミ、ダメです。軍団の連中気づかないうちに一箇所に集められてるみたいで、下手に動かすと江ノ島の別動隊からリンチに遭います。応援に呼ぶのは不可能かと。応援とかはいい。うちのが動かねえならちょうどいいから、お前も隠れてろ。腰越えと江ノ島がいるんじゃ守ってやれるか微妙だ。最後に私が勝つのは決まってるとしてな。アイサ。はい。まあ雑魚に用はないわ。へへん、面白いじゃん。私も乗るぜレンナ。辻堂と並べられるのは気に入らないが、そこまで自信があるなら試してみよう。お前の策略とやらが湘南最強にふさわしいかどうか。ちょっとは楽しませてくれんだろうな。自分の破滅を楽しめるならね。すっげえぜレンナ様、あの二人を相手に迫力負けしてねえなんてよ。外野の自分らでさえちびりそうなのに、これが湘南三大天。最近はちょっと仲良くなってたけど、やっぱこの三人は血の色なしには語れねえぜ。それで、そろそろ聞かせてもらおうか、そのドヤ顔の理由を。まあ慌てなさんな。その前に、あんたたち、自分の大事なものがなくなってないか確認した方がいいんじゃない。あ。てめえまさかヒロシを。そういうこと。今あいつはうちの手にあるわ。ちせこい真似を。状況が分かったよね。あんたらはもう私の手の上で踊るしかないのよ。それで花さん、どうしたんです？急にモールへ一緒にだなんて。ああ、まあいいじゃん。いいですけど。しししハセにはレンニャたちのことは教えない。監禁を悟らせないことで、そもそも逃げるって発想を奪う。完璧だし、まさに計算通り。花さん、どうしたんです？やたらシリアスな顔で。いやいや、それでどっか行きたいとこあるし。そうですね、実はそこのファッションショップ、花さんに似合いそうなのが揃ってまして。というわけ。花を使うとは卑怯な。大のアリンコ並みの警戒心のなさと、鶏並みの学習能力のなさを利用するとは卑怯な。なんとでも言いなさい。わかるわよね。おとなしくしないとあいつがどうなるか。ちょっと花に様子を聞こうかしら。あんたたちの愛しのおバカは今何してるかしらね。もしもし花、ハセのことだけど。レンニャ。
かいう店に来たら子供用の服ばっかり。カナさん、次はこの怪獣の着ぐるみ着てください。あ、今着てるパンダのやつ写真撮っていいですか？助けて。これどっちかっつうとダイがちっこいのをさらったパターンじゃね？やばいやばい、レンナ居場所を教えろ。駅前のペタスモールに。すぐ行くぞ。なんかこのままじゃヒロシが行けないゾーンに足を踏み入れそうだし。怪獣の着ぐるみを着た花はちょっと見たい。見たい見たい、行くぞ。おお。はあ、朝からなんかうるさかったけど静かになったわね。今日も平和ですね。平和ね。第2話、あずさに吹く風。ダメダメ、レンナ様ノリ悪いっすよ。せっかくの水着お披露目会なんだから。そうだぜ、海開き直後の海に一番乗り、景気よく行こうじゃないの。別に海水浴なんて一番乗りしてもいいことないじゃない。まあまあ、泳げなくても砂遊びとかできることはあるし。うっさいな。まあ確かにまだあんまり暑くもないし、適当にチャプチャプやって帰りましょうか。だな、肝心なのは一番乗りだっての。つうわけで一番は自分。あー待て、ほら抜け駆けはずるいし。はっはー、スピードで自分に追いつくなんて不可能っす。ほんと風みたいな子ね、あずさは。でねでね、海開き記念ってことで今日はこの海の上ビール半額なの。わかったから飲みすぎないでよ。ジョッキおかわり。白宮先生、ジョッキ開けるの早すぎ、飲みっぷりが豪快すぎます。選ばれし熟女の肉体を構成するエロス細胞はアルコールが増すほど活性化する。意味がわからない。適当に言った。すでにちょっと酔ってるじゃないですか。ナイスカエデちゃん。じゃあ次、ハセサイコ一気します。姉ちゃんは先生ほど強くないんだから本当にダメ。うん、ケチ。何よ、いい女同士の女子会の予定だったの。ヒロが寂しそうにしてたから連れてきてあげたのに。無理やり引っ張ってきたくせに。今日結構涼しい風が吹いてるから、この後多分寒くなるよ。ビールって天候じゃないでしょ。確かにちょっと肌寒いかな。海水浴には涼すぎですね。風があるから水に浸かると一気に寒くなったし。だから言ったじゃない、ほら一番乗りは済んだでしょ。さっさと着替えてアジトに戻りましょう。だな、パパッと着替えるっての。そういえばあんたたち服の下にそのまま水着着てきてたけど、替えの下着は持ってきてるわよね。当たり前だし。ガキじゃあるまいし、忘れるわけないっての。ならいいけど。花、小学生の頃はよく家から水着で出て、帰りにパンツがないって大騒ぎしてたから。うーん、子供の頃のことだし。まあこの年でそんなポカするやつはいねえっての。それもそうね。そう、みんなもう着替えた？うん。おう、あずさは？てかさっきから一人だけ静かだけど、どうかした？え？なんでもないっす。ないっすよ。そう。じゃあさっさと着替えなさい。はい。着替え終わりました。一部を除いて。ずいぶん遅かったわね。いえ、うん。なんか内股だけどどうしたし。トイレがいや、別に、なんでもないっす。わかった。足が冷えてるんでしょ。そんな短いスカート履いてるから。スカートでしかも短いのは後悔してます。冷えてるのは足だけじゃないけど。海水浴なんて陸上生物らしくないことするから罰が当たったのよ。そこまで泳ぐって行為を嫌わなくても。アジト行きましょう。
あったかいカップ麺があるわ。おお、行こうぜ。ういっせっと、そうだ、レンナ様、自分この後ダチと用事ありまして、その、今日抜けていいっすかね。そうなの？ならしょうがないけど。じゃあ3人だね。あずさ、また明日。じゃあな。ういっす。なんだか風が冷たくなってきた。ですね。二人とも大丈夫？ビールって感じじゃないし、ここからは焼酎にでもしますか。ああ。マスター、そば焼酎のお湯割りで。それでも飲むんかい。お湯割りなんて珍しいですね。確かにちょっと涼しいけど、そんなに冷えてる？ああ。ほら今私ノーパンだから、下半身がかなり寒い。さらっとマジかよ、おい。知ってるか、ヒロポン。男はたかがパンツを履かないだけって思うかもだけど、ノーパンってスカートと組み合わせるとめっちゃ寒い。スカート履く予定は一生ないから知りません。何か温かいもの買ってきますよ。スープでも。うん、私にもお願い。ああ、本当に寒いな、ノーパンって。さてと、う、風が冷たい、寒い。ああ、大丈夫大丈夫。浜辺から上がれば100メートルでコンビニだもん。替えのパンツなんて500円だし。ただ問題は、浜から上がるには3メートルの階段を上がる必要があること。しかも下にはおっさんが集まってる。全速力ならあのおっさんどもには見えないスピードで上がれるけど、この状況で全速力出せる自信がない。チキンの自分が憎い。しゃあねえ、恨みはないけど軽く気絶してもらって。今井さん？うわぁ！先輩！こんにちは。こんなところでどうしたの？いや、あの、いえ。俺は今そこの海の家でさ。あれ、今井さん、なんだか顔色が悪いよ。いや、大丈夫っすから、ほっといてください。今井さん。はい？そんな顔色の人をほっとくなんて、先輩としてできないよ。はい。こっち来て。ちょうど保健の先生がいるから見てもらおう。は、はい。いらないとこでイケメン化しないでよ。ビール持ってこーい。あー、やっぱ寒い時は酒だ。先生。あー、あれ、ヒロがギャルをお持ち帰りしてきた幻覚が見える。ああ、どっかで見たギャルだな。はあ、前に便秘を直してやった。先生、この子調子が悪いみたいなんです。ああ、何よ、飲んでるのにめんどくさいわね。休日診療は高くつくぞ。だが、あの、ご迷惑なようなので、まずはこれで。二人とも頼むよ。まあ、体調不良ならしゃあないか。せーの、ピカッ。あ、眩しい。診察を開始します。肌の感じは悪くない。特に不良があるわけではないな。この二人は何なんすか。大人ってかっこいいよね。あえて言うと顔色が悪いかな。体が冷えているといったところだろう。未成年だし、スープでも飲めばすぐ良くなるわ。ちょっと待って。お願い。乾さん、体が冷えてるの？まあ、さっきから冷や汗はすごいっす。それより、スカートが短いのが原因じゃないか？まさかその下、ノーパンじゃないだろうな。聞く！先生、まさか。それもそっか。ヒロポン、そこのお前の上着貸してやれ。足にかけてればだいぶ違う。はい。乾さん、どうぞ。ウイス、助かります。本当に助かる。ヒロ、こっち小銭がないからちょうだい。うん、ちょっと待って。財布なら上着のポケットに。先輩。気にしないで。財布を取るだけだから。あ、はい。それだけっすよね。あった。これスープね。この席4人じゃ狭いから、私あっちのカウンターで飲んでるわ。
私もあっちに行くか。大人と子供で別れた方が気を使わないだろう。ああ、乾さんが元気になったらそっち行くよ。どうもご迷惑を。気にしないの。さて、ナムさん。ナムさん。てよく俺の監視から逃げたな。まあいっか。乾さん、スープはどう？あ、はい、温まります。スープより上着のが助かったけど。そう。その上着も貸すから帰りは着ていきなよ。助かります。腰に巻けばだいぶマシになる。ところで乾さん、今日はレンナさんたちと。ああ、はい、レンナさんたちだ。あ、この店に入るみたい。やっば、先輩隠れて。なんで。うわ、乾さん、机の下狭いんだから。いいから出てこないでください。お願いします。あら、あずさじゃない。友達と約束じゃなかったの？こっちはアジトにカップ麺ないから来たけど、そっちは？すっぽかされたとか？いや、あの、まあ…じゃあ、ちょうどいいっての。席そこにしようぜ。そうね。花、ティアラ、注文行くわよ。うん。はぁ、あ…乾さん、友達と約束あったの？いや、あの…とにかく、嘘ついて先輩と会ってたみたいに思われるとまずいんです。隠れててください。うん、わかった。あ、そこに姉ちゃんのバッグがあるから隠そう。はい。そこの焼き鳥の空き皿は乾さんが食べたってことで。はい。この上着は俺のだから隠した方がいいね。はい。はい。何よこの店、海の家のくせにラーメンがないなんて。まあまあ、ジュースだけ飲んで他行くし。戻ってきた。じゃあ隠れてるから。はい。あの、絶対こっち見ちゃダメっすよ。わかってる。あ、先輩とは偶然会ったってことにすればよかったんだ。よいしょ。邪魔するぜ、アツさん。はい。おっと、一条さん大きいな。あたしここ。4人だと狭いわね、この席。おっと。アツさん、どうかした？いえ、別に。先輩、泣くつかないで。場所がないんだよ。ちょっと我慢して。っていうか、あのよく考えたら出てきてくれても。このタイミングでここから出たら変態だと思われるよ。乾さん、もうちょっとそっち行けない？あ、これ以上来ると隣から見えちゃうっす。何？机の下になんかあるし。いえ、なんでもないっす。気にしないで。ジュース早く終わらせて他の店行きましょう。さっきから口がラーメンの口になってる。わあ、あつさも用事ねえなら行くだろ。はい。あ、途中でコンビニ寄ってください。あと、ティアラ先輩には壁役に。は？なんでもないっす。先輩、こっち向かないで。いや、レンナさんたち油断してるからパンツ見えそうなんだよ。足を閉じてるの乾さんだけだから。閉じてますけど、その、じゃあ目閉じてるからね。目っていうか、息がスカートの中に。にしても狭いな、この席。お、なんか足に当たったっての？なんだい？なんかあんのか？先輩、こっち来て。てい！自分のママっすよ。狭いから当たっちゃったんすね。ああ、あずさの足かい。蹴ってんじゃねえっての、こら。ごまかせた。あの、乾さん、こっち目閉じてるんだけど、今どういう状況？なんか両頬に温かいものが当たってるような。自分が足で頭を挟んでます。絶対目開けちゃダメっすよ。さ、飲み終わったから行きましょうか。こっちまだ飲んでないし、あと3分くらい休も。しょうがないわね。3分だそうです。目は開けないように。はい。ちょっと体勢的に息苦しいかな。息もダメ。乾さん、足に力入れないで首が締まる。先輩が変なとこに息かけるから。絶対動かないでね。目も開けちゃダメだから。分かってるって。ちょっと首が締まってて痛いけど。
アズサ、どうしたっての？顔赤いし。いえ、なんでも。息、熱いのが。兄さん、ごめん。やっぱり首がかなり辛いから、ちょっと体の角度変えるね。え、ちょっと。どうしたアズサ？急に立ち上がったりして。いや、あの外が混んでるみたいですんで、そろそろ出ませんかって。そうね。ほら、アナ、早く。はいはい。ごめん、イノイさん。変なとこに鼻が当たっちゃって。いえ、でも変だな。パンツに当たったはずなのに、妙にプニプニしてたっていうか、生っぽい感触だったよ。気のせいです。じゃあ先輩、また。ああ。アジさん。はーい。何こけてるのよ。大丈夫？スカートめくれそうだったよ。心配ねえっての。ほとんどめくれてなかったからよ。そうね、角度的にはテーブルの下にでもいなきゃ見えなかったはずよ。第3話。君はいつもそばに。私の名前は辻堂愛。長谷博士の彼女だ。人から見ると、湘南の悪夢だとか、人類最強の女だとか、怖いものなしみたいに言われてるけど、私にだって怖いものとか弱いものはあるんだぞ。母さんが怒るとめちゃめちゃ怖いし、博士に強気に来られると弱いし。あと、怖くて弱いものといえば、あれかな、料理。でも、これは今頑張って克服してる。今日もヒロシの夕飯は、私が作るって約束してて、ハセさんちの台所をお借りしたんだ。へへへ、今日挑戦するのは、なんと蕎麦打ち。盲点だったけど、蕎麦なら作る自信あるぜ。何せ私の好物で、外食するときは大体お蕎麦だからな。作り方もわかってる。蕎麦粉を水で練って、玉にしたら、伸ばして切って出来上がりだ。楽勝楽勝。さ、素敵な未来のお嫁さん計画その第一歩。頑張るぞ。そして、できたのがこの蕎麦がきです。蕎麦がきというと、あの蕎麦粉を水で練るだけで作れる。うん。太閤秀吉さんが好きだったとかで有名な。そうそう。素人が蕎麦を打とうとして失敗したとき、ぐちゃぐちゃになった蕎麦粉の塊を適当に火にかけてこねてれば作れるという。うまいんだぞこれも。栄養満点だし。まあ全部食うけどね。今日だけはお前がヒロシん家に半分住んでることに感謝だわ。ごっそさ。んで、さっきから台所で 5,6 回爆音がしてたけど、料理してるわけ？爆音なんかさせてねえよ。2,3 回だよ。見てわかるだろ、お蕎麦打ってんの。蕎麦ね。確かにこの台所中に散った粉は蕎麦粉だ。掃除は後でする。それよりおかしいな、本にある通りに作ってるのに。委員長は今日用事だって言うし。どうしよう、何がいけなかったんだろう。お前これつなぎ使ってないだろ。蕎麦粉 100% でやってね。え？いいじゃん。蕎麦粉 100%、 いわゆるとわり蕎麦は素人が手出すのは難しいぞ。水の量が絶妙だし、全然まとまらないし、まとめても切る時になるとすぐボソボソになるし。詳しい。伊達に食べ歩いてない。素人は8対2から7対3くらいでつなぎに小麦粉を混ぜろ。それだけでだいぶまとまりが良くなるし、保水もいいから調理が楽だ。でも私みたいにいろんな店を渡り歩いた蕎麦通としては、やっぱとわりにこだわりたい。その渡り歩いた店で一回でも調理中の蕎麦粉が爆発する光景を見たことがあるなら好きにしろ。すいません、つなぎを使います。てか何、お前調理も詳しそうだな。麺打ちならできなくはないぞ。
昔ばあちゃんのためによくうどん打ってやってたし。へえ。そばとうどんならある程度応用聞くな。よし辻だ、まだ作るって言うなら私が手伝ってやってもいいぜ。ああ、いらねえ相談だよ。意地張んなよ、一人でできる自信ねえんだろ。ちっ、てめえもしかして哀れみか。この私に情けをかけるつもりじゃないだろうな。んなつもりはねえよ。じゃあどういう了見だこれ。一人でやらせてまたそばがきができてももう飽きたなーっと。くそ、腰越えのくせに度がつくほどの正論を。まあいい、わかった。やり方知ってるってんなら手伝ってくれ。こっちもこねてただけのそばが爆発した時に正直心が折れた。おい、そうだ、どうせならつゆも自分で作ろうと思ってるんだけど、お前そっちは。つゆはさすがに。あ、でも作れそうなやつは知ってる。呼ぶか。電話する。いや、こっちの方が早い。当たり痩せちゃうパック。花、今日のお昼はカップ麺がいい。くわ、何これ、ここどこよ。足り痩せました。お前もう当たり前のように魔法使うけど世界観ってものも考えろよな。くれ腰越え、またあんたのせいか。寝てたところをパジャマのままさらってこられたっぽいけど一瞬で腰越えのせいだとわかるってすごいな。レンナのパジャマって可愛いよな。あの三角形で先っちょに丸いポンポンがついた帽子、私も欲しいわ。あれつけてる人って本当にいるんだ。たく、何の用よ。てか本当にここどこ。ヒロシんちの台所。うん、あいつ几帳面そうな顔してるのに台所は汚いったらないわね。汚したのは私です。んで、レンナってつゆには強いの。なんかいつもラーメンのスープは出汁がどうだ醤油がどうだ言ってるし。ああ、つゆ。実はカクカクしかじかで。へえ、そばのつゆをね。詳しいなら手伝ってほしいんだけど。詳しいわよ。そばつゆってのは出汁とか返しとか寝かせる発想とか日本のスープ作りの根幹にある技術で、ラーメンのスープもその応用だもの。そうね、あんたたちに付き合ってやる義理なんてないけど面白いかも。了解、つゆの作り方は教えてあげるわ。おし決定、麺が私でつゆがレンナ、三大店特製そば作りといこうぜ。おっしゃ。そして麺つゆを作る途中の爆発に巻き込まれたレンナがこちらになります。お前もう料理が下手っていうか食材を爆弾に変える能力者なんじゃね。おかしいな。痛くない。くらっ辻だ、あんたこれ全部私を闇討ちする計画じゃないでしょうね。違うって。うん、おかしいな。もういい、一応鍋の残骸につゆの返しらしきものは残ってるからしばらくはこれを寝かすために休憩。その間に今度は麺打ちだな。ほれ、まずはこねて玉にするぞ。うん、種作りってやつね。力仕事だけどあんたらには楽勝でしょ。このボールで混ぜるとしてそば粉と小麦粉はこれ、8対2で混ぜるんだっけ。7対3の方が作りやすいぞ。いや、8対2がギリだ。8割を切っちゃうのはそば通としてのプライドが許さない。爆発させた時点で通のプライドなんて捨てろや。あー、まあいい、んじゃ4対1で混ぜろ。うん、計量には。ちょっと待った、辻殿、このそば粉最初から小麦粉入ってるみたいよ。え、ああ、さっきそばがき食べてる時も思った、ちょっと小麦の香りがしたもん。なんだよそれ、原料偽造かよ。いや、ここ原材料の欄にはっきり書いてあるじゃない、そば粉、小麦粉、塩って。嘘、あ、マジだ。てかパッケージに堂々と8割そばって書いてないか。ほんとだ、なになに、ご家庭で楽しくおそばが作れるそば粉セット、作りやすいおつなぎの小麦は最初からブレンドしております。
だって。なんだよ、じゃあこれじゃとわりは無理なのかよ。8割を失敗しといて不満そうにする意味がわからない。測る手間が省けてちょうどいいじゃない。それはそうだけど。てかお前さっきこの比率で失敗したんだろ。じゃあ次はもうちょっと小麦加えて7割にしたら。それだけはやだ。変なとこでプライド高いわね。まあいいや、作るぞ。まずはボウルに粉をあけて水を足してく。お、待て待て待て、何水道から直に行こうとしてるのよ。え、だって水が足していくっつってんだろ。こういうのはコップからちょっとずつちょっとずつかけていくのよ。入れすぎたらその時点で失敗なんだから。なるほど、頭いい。あんた彼氏ができて妙に乙女になったけど、やっぱ基本はガサツよね。辻堂は豪快さんの称号を得た。リロリロリン。やかましい。わかった、コップに入れてちょっとずつだな。ちょっとずつちょっとずつ。そうそう、本当は水も一度に入れた方がいいけど、それができるのはプロだけ。素人はそうやって首相にやっていくの。そうやって練り込んでいくと、あるところで急に水を吸ってくれないところが出てくる。そこで止めろ。タイムラグがあるから水入れるときはくれぐれもゆっくりな。水を入れすぎた種はズル玉って言って蘇生不可能になるから、チャンスは一回しかないと思いなさい。二人してビビらせんなよ。ストップ、それ以上は水いらない。え、まだ少なくね。いや、うどんだとこのくらいが一番うまくいくはず。まだ粉が残ってるけど、こねてるうちに水分と馴染んでくから問題なしよ。むしろ粉がなくなるまで水を入れようとするのは素人の陥りやすい罠だわ。そうなんだ、どっちも詳しいな。こねるのはこんな感じでいいんだよな。そう、ここは力技でいい。昔の文献じゃ踏んづけるくらい強くこねてたそうだから、思いっきりこねちゃって OK よ。圧縮しすぎるとブラックホールになっちゃうから注意な。なるかい。気をつける。なるんかい。こんなもんでどうだ。うん、うまそうな色じゃん。種は完成ね。じゃあ次は棒で伸ばして、その後は切るだけよ。おっしゃ、難所は超えたってこったな。切るとこも難所だけど、まあこれは気をつければ大丈夫だから。そうね。おし、早速伸ばそうぜ。綿棒は？綿棒ならここだ。うん、これはほら両端にポワポワがついてる、怪我したところを消毒したり耳掃除とかに使う綿棒ね。綿を伸ばす長い棒だよ。ねえのか？え、知らない、ここヒロシんちだし。なんだよ、肝心なもんがねえじゃん。探してみた限りこのうちにはないみたいね。そういや、本格的な調理道具は近所の惣菜屋で貸してもらえるからこの家にはないっつってたっけ。ったく、しゃあねえな。これを貸してやる。これって木刀？そう、私が喧嘩で本当に危険な時だけ使う私の魂の相棒。つまりこの皆殺しの巻のファイナルウェポンだ。心して使えよ。喧嘩でってバチくない？本当に危険になったことなんて一回もないから、まだ新品でも洗えばいいんじゃね。そっか、魂の相棒で麺を伸ばすのはいいわけ。丸くないからちょっとやりにくいけど、うん、なんとかなる。ある程度薄くしたら仕上げはパンチの風圧でぺったんこにすればいい。できるかい。そうだな、できるんかい。そろそろ切っていいよな。あ、切り方は知ってるよな。うん、2回折りたたんで切る幅は5ミリ以下だよな。手刀じゃ5ミリは難しいから包丁使った方がいいぞ。え、3ミリくらいなら手刀で切り分けられるだろう。へえ、通知道ってそんな細かいことできるんだ。
すげえ。まお前みたいに軽めの手刀で山一つぶった切るような真似はできないけどな。力は私で技術はお前ってとこだな。だな。常識人であることに疲れてきたわ。ほら包丁あるから。おう、じゃあ切るぞ。落ち着いて落ち着いて。何緊張してる？だってさ、包丁ってちょっと怖くない？日本と思った不良とは平気で喧嘩するくせに。気持ちわかるかも。スーって切れてく感じとかさ、うまく切れれば切れるほど怖くなるよな。なあ、あんたたちの価値観ってどうなってんのよ。そうだ辻堂、この後試食はするのよね。お湯沸かしとくわよ。うん。あ、つゆの仕上げて、あとはだし汁と混ぜるだけ。こっちもお湯がいるわ。よし、それじゃあ頼む。こっちもすぐ仕上がるから。ちょうどさっきのそばがきも消化してきた。試食は任せろ。よし、それじゃあ最後の一仕上げやったんぞ俺。そして完成したおそばがこちらになります。うん、美味しいじゃない。もうちっと麺が不揃いだけど味は文句なしだぜ。本当だ、これもう店で出ても文句ないレベルだ。まほぼ私の手伝ってあげたおつゆの力だけど、麺の方もいい出来なんじゃない？やったサンキューレンナ、腰越も。まさかお前らに本気で感謝する日が来るなんて。お礼なんて嬉しくないけど、まあ言っといてあげるわ。おめでとう。感謝なんかより、うつじどう、もうなくなっちゃった。バカリ！おう、お湯まだあるから自分で茹でろ。5分くらいな。これなら、胸張ってヒロシにご馳走できるぜ。ほんとありがとう、二人とも。感想を聞かせなさいよ。夜もまた食いに来るからな。うん。そして、お蕎麦を全部食べ尽くした腰越がこちらになります。満腹満腹。腰越！なんだよ、食って言ったじゃん。食で全部食うやつがあるか。まあまあ、蕎麦粉は残ってんだからもう一回作ればいいじゃん。腰越に料理関係で頼み事した時点でこのオチは想像つくでしょう。くっそ、助けてくれた恩がなきゃ綿棒でペラペラにしてやるのに。わっぱこだからちょっと寝るわ。じゃあ諦めてもう一回作ったら。第4話、極楽院にて、10年前。本当、変だな、どこ行っちゃったんだろう。マーチン、何してるの？あ、サエちゃん、来てたんだ。ねえ、遊びに。極楽院のお寺はいっつも静かよね。で、何してるの？ちいちゃんとばあちゃんがね、おうどん食べたいって。だから、作ってあげようと思ったんだけど、綿棒がなくて。綿棒ってことは、マーチンが打つの？うん。ほんとじいちゃんばあちゃん好きよね。綿棒知らない？知らない。台所にないの？探したんだけど。マーチンの背じゃ見えないとこもあるし、私も行ってあげるわ。一緒に探しましょう。あーつっても、この寺やたら広いから台所も広いのよね。この棚は見た？見たよ。こっちは？マーチンの背じゃ見えないとこあったでしょ？ああ、そこはまだ。じゃあこの棚から探しましょう。そっちは下の方からお願い。うん。今日はヒロどうしてるの？ヒロくん？この後会うだ、一緒に作れ。ああ、ナチュラルに共同作業なんだ。
ムカつくわね。え、やっぱり長谷家取り込み計画を実行すべきかしら。父さんも母さんもヒロには好印象だし、ヒロも私みたいなお姉ちゃんができれば大喜びに決まってるし、まあ私はどうでもいいんだけど、ヒロが喜ぶのは間違いないわけで。何が？あ、なんでもない。それよりないわね、綿棒。どこ行ったのかしら。下の方にもない。人手を増やしますか。今日はヨイちゃんも来てるから一緒に探してもらいましょう。りょうちゃん？ねえ、どこ行ったかしら。今日は他の子は来てないし。あ、いた。ヨイちゃん。あ、さやかさん、今日もバリバリ突っ張ってくんでよろしく。何そのキャラ。さやかさんから受け継いだチームを大きくするためにも、向こうだよい子、気合い入れていきます。グレる練習してるんだ。相変わらずいろんな方向に真面目ね。りょうちゃん、どうしたの？りょう、その名前かっこいい。私今度からおりょうって名前になる。ブルーン、ブルルーン。何それ。バイクに乗る練習。みんなのまとめ役、任せたのは間違いだったかしら。ふおー、喧嘩なら勝たぞ、ほら、ブンブン。こら、ヨイちゃん。バイクごっこはともかく、何か振り回すのは危ないから。あ、あ、ヨイちゃん、その振り回してるものは何？そこで拾った、私の最強装備です。ヨイちゃんのじゃないでしょ。よかったわね、マーチン、綿棒見つかって。これ私の。ダメです。よこしなさい。はーい。素直に言うこと聞くのは、ヨイちゃんのいいところね。かっこよかったのに。ヨイちゃんには木刀があるじゃない。剣道を始めた時おばさまに買ってもらって。あれは、身を守る時しか使っちゃダメだから。素直だし、親の言うことはよく聞くし、不良の才能ゼロね。木刀って、何？木で作った刀。すっごく強くて、かっこいいんだよ。私のファイナルウェポン。ファイナルウェポン？最強装備ってこと。ほら、ヒロもなんかそういう武器的なおもちゃ集めるのが好きで、今度買ってもらうって言ってたじゃない？へぇ、ヒロくんも持ってるなら、私も欲しいな。今度ばあちゃんにおねだりしなさい。それよりほら、お目当ての品は戻ったわ。二人とも、綿棒使うんですか？うどん打つんだって。せっかくだし、私らも手伝おっか。ヨイちゃんお料理得意だもんね。はい！マーチンもいいわよね。うん。じゃあ、ヒロくん呼んでくる。ね、先に準備しとくから。うん。ヒロくん！ヒロくん！あ、マーチン、うどん作る準備は？できた。行こう。うん。サエちゃんとリョウちゃんも一緒にするって。サエちゃんたちか。またいろいろ言われそう。サエちゃん、ヒロくんのこと好きなんだよ。まさか。よく意地悪言われるよ。俺は家族がいなくてかわいそうだとか、お姉ちゃんがいた方がいいとか、最近はなんか企んでる気がするんだよね。なんだろう。わかんない。まあ家族がいないのは確かだけど、そんなことないよ。ん？私ヒロくんの家族だから。あ、あ、うん、そうだよね。ヒロ、マーチン、どこ？あ、はーい、行こう、マーチン。うん。マークさん、マーキーさん。おはよう、ヒロくん。ヒロくん？ああ、ダイか。悪い、昔のダチと間違えた。寝ぼけてますね。ヒロくんって友達がいるんだ。俺と同じだな。夕飯できましたよ。どうぞ。うん、
いつもサンキュー。今日はなんと愛さんが作ってくれたんです、そばがき。なんか微妙な顔してたけど、でもすごく美味しいんですよ、つゆがよくできてて。ふん、てかそれ私は食っていいの？え、いいんじゃないですか。愛さんもマキさんがいるのは知ってるし、ご家族でどうぞって話だったし、マキさんはもううちの家族みたいなものですし。そっか。第5話、ある雨の日。ああ、今日も雨か。今日は愛さん来ないだろうな。ヒロシとあいあい傘だとか言って、足元がぬかるんでるからこけないように腕なんか組んで、はあ、もしもし。あれ、保健医、なんか用かよ。一服しようと思ったんだがライターを忘れた。ここにならあるだろ、貸してくれ。だからタバコ関係はもうないって。愛さんが嫌がるからこの部屋じゃ禁煙、その延長線で最近じゃみんな普通に吸わなくなったんだから。健康的な不良どもだな、役に立たん。あ、でも火ならあるわ、カセットコンロ。なんでこんなものが。鍋でもやったのか。まあいい、じゃ失礼して。はぁ、生徒が一人相談に乗ってほしそうなため息をついている。だがこいつはいつもキーキーうるさいヤンキー。顔はまあまあ可愛いが、私好みのおとなしくて恥ずかしがり屋で、ちょっとくらいちょめちょめしても何も言えないおとなしい美少年美少女とは違う。相談に乗ってやってもその後なんだうまみがない。あ、無視しよう。スパー。あ、ってか線香こら、この部屋禁煙だっつってんだろ。ここで吸うな、匂いがつくと愛さんが嫌がるんだよ。そんなこと言われても廊下に出て吸ったら問題になるんだもん。俺が言うことじゃないけど、校則を言うならこの稲村学園は全館禁煙だからな。うっさいな。わかったわかった、じゃあお悩み生徒の相談に乗るいい先生になってやるから一本くらい見逃せ。悩みなんぞねえよ。まあでもさ、もう愛さんがヒロシと付き合い始めて1年だなーって。あるんじゃん、1周年ならお祝いでもしてやればいいだろ。なんか問題か。問題がねえから変な感じなの。絶対会わないと思ったのに、8月に1回揉めて、でもすぐ寄り戻してそのまま。まあたまに喧嘩もしてるみたいだけど。いいことじゃないか。うまくいくならいくで。愛さんそのままヤンキー界はフェードアウトかと思ったけど、今でも俺らとつるんでるし、それも本人がその気でやってるっぽいし。といってヒロシの方がヤンキーっぽくなることも全然ないし、なーんか変な感じ。要するにヤンキーと一般人がうまくいっちゃってるのがおかしいと。かも。やれやれ、自分の常識で理解できないことが起きたときは、まず自分の常識を疑うんだな。おかしなことでも、あの二人がうまくいってるなら、つまりお前の常識が間違ってるんだろ。俺の常識って？ヤンキーと一般のカップルがうまくいくわけがないって常識。お前らは一般と自分たちが別物だと思ってるみたいだが、そんなに違ってない。それだけのことだろ。そうなの？大人の目線で言わせてもらえば、ヤンキーなんてのは個性の一つ。最近じゃ国籍が違っても結婚する例だって珍しくないんだぞ。あの二人がくっつくのだってそんなに驚くことじゃない。ま、自分たちが別みたいな考えにプライド持ってるお前じゃわからないだろうけどな。うっせえな。あの二人は一周年だっけ？ならどうだ、お前も誰かノーマルな彼氏作ったら、少しくらい気持ち、わかるんじゃないか？は？バカじゃねえの？俺は愛さん一筋、ヤンキー一筋なんだ。男なんだ作る気ねえよ。ましてやノーマルからなんて。おーい。あ、
いた、笠井さん。ほら、楓ちゃんも一緒？うわっ、先行二人目が。俺たちの縄張りに簡単に来るんじゃねえよ。どうかしたか？風紀監査の見回り。兼、笠井さんにことづて。なんだよ。正門のところで辻堂さんとヒロが待ってたわよ。あなたは今日傘がないんだって？一本余るから貸してあげる約束だって。うわぁ、そうだ、あやい傘で一本余るの借りるんだった。やべえ、お待たせしちまった。なあ、ちょっと待ちなさい。なんだよ、先行急いでんだよ。あなた、いい加減スカート履いてこいって言ってるでしょ。ほら、持ってきてあげたから、そのジャージのズボンは置いてきなさい。せな、でもあやさんを待たせてるし。ほら、これでいいか？ええ、行ってよし。スースーする。は？なんでもねえよ。じゃな。ふう。悩み相談でも乗ってあげてたわけ？別に。楓ちゃん、あの子にはちょっと甘いわよね。そうか？昔やさぐれてた同士、似た者同士で波長が合うとか。それはない。美貌、頭脳、色気、似た者の要素は一切ない。そこまで言うか。まあ、やさぐれてた同士ではあるから、ちょっとは気にかけてるかもな。ああ、あと楓ちゃん、普通に吸ってるけど学園内は禁煙よ。すいません。たく、クミのやつ遅いな。まあまあ。にしてもすごい雨。そういえばこんな雨の日だったよね。1年前、愛さんがラボを助けてたのって。ああ、あの日も結構降ってたっけ。懐かしいな。俺、あの愛さんに一目惚れしたんだっけ。バカ言うなよ。何回聞いても照れるんだから。ああ、クミ、待たせんじゃねえよ。ほら、母さん。すいません。よし、じゃあ帰るか。二人とも、クミ一緒できるよな。え、俺もいいんすか？もちろんだよ、一緒に帰るために待ってたんだから。でもそのお邪魔になるんじゃ。何遠慮してんだよ。別に二人だろうが三人だろうが、あいあい傘で帰るのは変わんねえだろ。そうだよ、気を使わないで。クミちゃんは俺たちにとって妹みたいなものなんだからね。はい、笠井久美子、お供させていただきます。よし、行こうぜ。はい、さあお二人ともどうぞこちらへ。久美ちゃん、そんなに急ぐと危ないよ、下がぬかるんでるんだから。そうだぞ、特に今日お前珍しくスカートなんだから。転んだら、うわ、スカートめくれるって。いっぜ、なんでパンツ履いてねえんだお前は。おーいて、アイさん、あんなに怒らなくても。結局一人で帰ることになったし、アイさんの剣幕でヒロシには何も言えなかったし、くそー、ただ見されちまった。ヒロシ、ノーマルのあいつみたいな彼氏。けっ、バカか、ありえねえよ。ん、猫なんだこいつ、捨て猫か。ああ、いや、俺のアパートはペット無理だから。ったく、一晩だけだぞ。ああ、もう、こんなとこ誰にも見られてませんように。第6話、今日の湘南。ふぅ、久しぶりのお日様だな。やっぱりこの時期は雨が多いですからね。梅雨って嫌い。雨は困っちゃうかもですね。お日様好き。
ポカポカ。ここいいですね。日差しがちょうどよくて、海からの風も来るし。だろ？この堤防の上は穴場なんだ。私のお気に入りのお昼寝スポット。確かにゆっくり寝転がれますもんね。湘南最高のお昼寝ストである私が言うんだから間違いない。ここほど気持ちよく横になれるとこはあんまりない。そういえばマキさん、初めて会った時もここで昼寝してましたっけ？ああ、そうだっけ。もう一年も前だから覚えてねえや。ほら、お腹が空きすぎて俺の持ってた猫の缶詰食べちゃって。ああ、思い出したくないこと思い出した。はあ、ふぅ。もう一年になるんですね。だな。ってことは、あの辻堂が彼氏作って一年か。半年くらいで彼氏の胴体が引きちぎれるなりして終わると思ってたけど、意外と思ったな。怖いな。こうなったら2年目目指して頑張れ。2年後からその後ずっとまで、別れる予定も引きちぎれる予定もないので、あしからず。引きちぎる気もねえよ。失礼だな。はいさん。お、噂をすれば。何やってんだお前ら。ちょうどいい。こっちおいでよ。いい感じのお昼寝スポットだよ。じゃあそっち開けて。はい、どうぞ。どうだ、ポカポカだろ。うん。なんでお前がドヤ顔すんのかわからん。ああ、でも本当だ、風が気持ちいい。そろそろ夏だからな。お日様ポカポカだけだと暑くなるし汗もかいちまう。いい感じに風の来る場所がお昼寝には最適なんだ。へえ。さすがミス湘南お昼寝スタ。大院地の屋根の上とかも悪くないけどな。ああ、よく乗ってますね。ただあそこは一つ問題が。何？猫の通り道なんだよ。目が覚めると猫どもに囲まれてベッドに使われて身動き取れなくなっちゃうんだ。天国じゃん。他にもいい場所あるんだけど、あっちは子犬が寄ってくるんだよな。そっちも教えてくれ。あの愛さん、あんまり野生方向には進まないでね。なんか物騒な気配が集まってると思ったら、何してんのあんたら。あ、もう一人来た。ちょうどいい。レンナもこっち来い。あったかくて風もちょうどよくて気持ちいいぞ。湘南最強の二人が何やってんだか。狭いわね。そっち詰めてよ。普通に来るんですね。今日みたいなポカポカ日和は喧嘩なんて面倒だもんな。ほんと暖かくていいわねここ。もうハイパー昼寝クリエイター腰越の選んだ21世紀を代表するお昼寝スポットの一つだ。そこまで言うほどかとは思うけど、うちのホテルの最上階には空調完備で日光浴しながらお昼寝できて、呼べばボーイがジュースを運んでくれるテラスがあるけど、ここもまあまあ快適だわ。通じだ。こいつ海に突き落とすぞ。そっち持ってくれ。オーケー。ストップストップ、今日くらいはのんびりしようよね。それもそうだな。怖かった。レンナ、今度そこ使わせろ。よく忍び込んだあんたがお昼寝してるテラスのことよ。なあ、ここ4人だとちょっと狭くないか？そうかな。こっちはある程度スペースあるけど。私はないわ。腰越が一人で取りすぎ。うるせえ。ここは私んだぞ。文句言うな。はいはい。じゃあ愛さん、もうちょっとこっちおいでよ。いい枕があるよ。ん？なるほど。お邪魔します。ぎゅーぎゅー。ヒロシ、あったかくてさらにポカポカだ。こっちも一石二鳥だね。バカップル見てて暑苦しい。なんとでも言え。あー、でも誰かにくっついて寝るのもいいんだよな。レンナ、こっち来い。お前も抱き枕になれ。いやよ、あんたにそれされると引きちぎれる恐れがあるわ。いいから来いや。乱暴。
ほんとだ、ポカポカドアップ、こういうのもいいもんだ。ちょっと苦しいって。オープン、お前で溺れる。辻堂、待て、助けて。気持ちはいいけど、愛さんがこんな近くにいるとドキドキして、昼寝できるかは微妙だな。私も、でも気持ちいいから離れる気はしない。スリ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 バカプルども、わあ、沈む、おっぱいに沈む。抱き枕好きだな。どっかで買おうかな。でもこの前買ったやつは一晩で引きちぎれて。やっぱダメ。レンナ枕は口にくるあたりの髪の毛が多すぎる。全部口に入ってきやがる。人様をおもちゃにしといて何勝手なことを。アイさん、ヒロシ、もういいわ、どこにムカつくべきかわかんない。そうそう、こんなポカポカ陽気でイライラするなんて損だぜ。あんたに言われたくないけどね。なんかちょっと眠くなってきたわ。私も、私も。実は俺もこんなとこで寝てると無防備かな。無防備だけど大丈夫じゃない。たとえ寝ててもこの3人にちょっかいかける人なんていないでしょ。だな。なんかしようとしてるのが半径30メートルに来たら気づくしな。便利ね。ちょっと寝ちゃいますか。平和だね。何？辻堂、腰越え、レンナの3人が倒れてた。はい、三大天のお三方と長谷先輩がまとめて堤防の上で、意識もなかったみたいっす。どういうことだっての。あの三人をまとめてやれるようなのが来たってことかい。こうしちゃいられねえ。みんな戦争の用意だし。おう。最終話、辻堂さんの夏。し、ヒーローし、ヒーローし、あれ、おはよう、アイさん。おはよう。今何時？あれ、まだ外暗くない？まだ夜中だからな。早すぎるよ。何こんな時間に。だから途中で寝るときついって言っただろ。夕方くらいに仮眠したんだから一晩起きとけよかったのに。もうお迎え来てるのに間に合わなくなるぞ。間に合わない。まだ寝ぼけてんのか。ほら、いい加減目覚ませって。そっか。そういうこと。明けましておめでとう、ヒロシ。今年もよろしくね、アイさん。バーン！ジュン、びっくりした。こたつに隠れてたの？お父さん、除夜の鐘の途中で寝ちゃうんだもん。ごめんごめん。ジュンはずっと起きてたのか？さっきまで寝てたよ。ああ、もうお母さん、言っちゃダメ。はいはい。どっちも小腹空いたろ。ちょっと遅くなったけど、年越しそば作ってるから待ってろ。うん、お願い、アイさん。にしても、新年から寒いな。ジュン、初詣は昼からの方がいいんじゃないか？やだ。私はもう大人だもん。お父さんたちと一緒に行く。言い出したら聞かないところはお母さんそっくりだ。まあいいか。ちゃんと暖かい格好していくんだぞ。屋台は3つまで。
迷子になると困るからお父さんかお母さんの手は離さないように。うん何？お父さん楽しい夢見てたでしょ。ん？うん、そうだね寝てる間ずっとニコニコしてたよ。楽しそうだった。見られちゃってたか。どんな夢だったの？昔のこと。ジュンが生まれるよりももっとずっと前で、お父さんとお母さんがまだ学生だった頃。結婚の前？うん、お母さんがまだ長谷愛じゃなくて辻堂愛、辻堂さんだった頃。あ、久美子おばちゃんが言ってたお母さん番長さんだったんだよね。知ってるんだ。はあ、久美ちゃん余計なこと。夢の中で何してた？いろいろ料理したり、お昼寝したり、デートしたり、子猫の面倒を見たり、あとは喧嘩、あーいや、ちょっとやんちゃなことしたり。それだけのことなのに楽しいの？もちろん、当時は何をしてても楽しかったから、その頃の気持ちを思い出したってとこかな。もちろん今は純がいるからもっと別の楽しさがあるけど当時は特に三大店、レンナさんとマキさんって言って仲の良かった二人がいてね、その二人といる時はその喧嘩っていうか、まあ仲が悪くなっててもそれでも今思い出すと楽しいんだ。喧嘩しても？どうして喧嘩が楽しいの？いやもちろんいいことじゃないんだけどね。でもやっぱり今思い出すとそれも素敵な思い出なんだよ。お父さんが知ったのは、そう、夏からだったな。一年で一番暑くて、この湘南が一番騒がしかった季節。もちろん、楽しかっただけじゃない。怖いこともたくさんあったし、辛いこともあった。痛い思いも何度もした。でも、やっぱり思い出すと、ね。辻堂さんの夏は、本当に素敵な季節だった。あ、もちろん純はお友達と喧嘩しちゃダメだぞ。気をつける。でもでもお父さん、それって本当なの？ん？だって、レンナさんとマキさん。こら、腰越え！みんなの年越しそばなんだよ、一人で食うな！試食だよ、試食！いいからさっさと作りなさいよ。初詣、遅くなるでしょ。お母さんと仲良くないよ。あ、